こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。今日は Airbnb のリスクということでですね、お話したいと思います。Airbnb、これね、空いてる部屋を旅行者なんかに貸すサービスなんですけど、これはリスクに見合うメリットがないんで、やらない方がいいです。逮捕者もね、とうとう出たんですけど、これね、日本でやるのはちょっと自殺行為というか、全く割に合わないと思います。これ逮捕者が出たということは、はっきり違法だと認められたことになりましたんで、こうなるとですね、裁判所、あるいは警察なんかのサービスが利用できないです。まあ、これね、そういうケースにあった人って珍しいんで、わかんないかもしれないんですけど、例えば、部屋を壊されたと、ね、貸してて部屋を壊された、あるいは、宿泊費を踏み倒されたと言った場合に、警察に泣きついても裁判をやっても、おそらく違法なサービスを提供してたということで、救済はされないです。借金、あるいは宿泊費踏み倒された、部屋壊されっぱなし、ね、そういうことになりますんで、順調に貸せてもそういうリスクがあると。であればね、順調に貸せば貸すほど、こういうふうに逮捕云々という話も、出てくる可能性があります。まあ、自分でね、個人でやってるし、大した料金じゃないからいいだろうと思っても、まあ、どこで見せしめのため逮捕されるか分かりませんので、違法だと決まっているものは手を出さない方がいいです。たまにね、このサービスどうでしょうなんていうね、相談されますんで、まあ、あんまりね、良くないんじゃないかなと。もちろん、海外に行った時ね、宿泊施設として評判のいいところを使うのは、いいサービスなんでいいと思いますけど、日本で貸し手として、このサービスを利用するのはやめた方がいいということが言えます。何でもそうですけどね、リスクに見合ったリターンがないものはやらないに限ります。Airbnb の貸し手になるということは、全くリスクに見合ったリターンがないんで、やめておくことをお勧めします。以上、転売王堀秀夫でした。